ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。こんばんは、みんなこんばんは。ほい、それじゃあ早速マンション見てこう。さあ今回はどうだろうか。あ、友達マークか。ハートはなかった。はい、夜空さん入ります。いや、もう前回のライブ配信ではなかったけど、あれでハートマークいっぱいあったもんね。え？マジか。マジか。ハートマークどころか逆？逆？そう、話し合ってちゃんと。一日休んで今日学校行ったら、さっちゃん生きてたのってなぜか様々な人に言われてめっちゃ笑ってきました。そりゃ生きてるよね。そりゃ生きてるよ。え？あ、よかった。初見さんこんばんは。ミユーダンスさんこんばんは。お、インフルエンザの予防接種に行きました。なんかさ、今年のインフルの予防接種さ、いろんな人がなんか痛いって言うんやけど。うまくいきました。なんかさ、ツイッター上で痛いみたいなこと書いてる人が多くって、そうなんやって思ったら、なんか私の周りでも痛かったっていう人多かったけん、全国的になんかな。実用品旅行券をもらいました。ありがとう。そう、いきなりの別れ話、ちょっとびっくりするね。全然大丈夫やったよ。散歩の途中で歯ブラシ、それは多分ゴミだね。ゴミだね。はい、お茶漬けでもどうぞ。アイナさんのライブ初めて見たかも。お、初めて。リン村長さんこんばんは。痛いんですか？なんか痛いらしいよ。あ、やっぱり、なんか今年は痛かったです。へえ、そうなんや。なんなんやろうね。何が違うんやろ。ほい、それじゃあ、わかめちゃん入ります。今日でやっとテストが終わり、ゆっくりしてるところ、お、お疲れ様です。明日からテストが帰ってくる。なんかね、早いよね、テスト帰ってくるの。多分、高校ぐらいまではめっちゃ早いと思う。お。はい、紹介しましょう。ね、礼儀正しく。よしよし。お、初見さん、ほのかさん、こんばんは。まなりさんと別れたら2回目だからびっくりしました。やっぱりね、カップル、こう、波があるんよね。喧嘩したりとかもあるだろうし。どうだ。わかみちゃん、絶対この部屋、この格好寒いと思う。肩出しとるし。初見さん、こんばんは。ゆみさん、こんばんは。左にしましたが、筋肉痛的な痛みが、そういう感じの、え、なんか怖くない？しびれてるってことよね。大丈夫な。え、友達なれなかったの？マジで？マジで？月曜のテストが昨日全部帰ってきてたらしく、今日まとめて返されて絶望してます。まとめてはめっちゃ嫌だ。すごい嫌だな。なんかちまちま返されるのもあれかもしれんけど。どうすか。さっきね、寒い部屋に行ったけんね。あったかいものを。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。はい、それじゃあ、あとは、よし、じゃあ遊びたい人のところに行きますか。ゼロさん、入ります。テスト帰ってくるのが早すぎる。はい、遊ぼう、遊ぼう。超アップクイズ、一部部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。第1問。ご飯。ご飯かな？ご飯で頑張って、ありがとう、頑張ります。はい。うちの彼氏じゃないか。そう、今ちょっとね、帽子と服があんま合わんような感じやけど。盆栽。今日の夕飯は餃子でした。いいね、餃子。餃子は最近全然食べてないな。美味しそうやなって、こう、お客さんのやつとかを温めよるときに思う。グラタン？色的に。うん、やったね。やったね。はい、それじゃあ。テスト前？あ、今まだテスト前なんや。なるほどね。結構みんな時期バラバラな感じ。はい、小さいので。お宝、首輪をもらいました。ありがとう。お粥って思ったらご飯だった。でも美味しいから良き。
まあ、確かにちょっとお湯があるかないかみたいな。はい。飛ばせます。さあ、それじゃあ、はい、ドーナツでもどうぞ。いただきます。ほいほい。今日の夕飯寿司いいな。お寿司、なんかみんな美味しいもん食べるね。私はオムライスでした。いいやん、いいやん。ほい、それじゃあ、もうあとはあれかな。あ、もやもやだけかと思ったけど増えたな。はい、イエイさん入るよ。どうもどうも。はい、遊びましょう。アイナさんのおいでよ動物の森を見たらすごい懐かしかった。おいでよは私もなんかもう懐かしいね。あんまりやってないけど。はい、残った残った残った。けい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 け。どや。あ、めっちゃ押していきよる、押していきよる、あ、いける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 。必死か。必死か。朝からだったから眠い。あ、予防接種がってこと？大変やんね、朝から。はい、一番大きいので。お宝縄跳びをもらいました。ありがとう。ピンク色の花とハートがついてる帽子を友達にもらった。え、かわいい。絶対かわいいやつ。そうね、今日ハートないね、全然。ちょっと期待したんやけどね。続くかなと思ってみんな。はい、サザエのつぼ焼き。はいはい。アイナさん何食べましたか？私ね、まだ晩ご飯食べてないんよね。まだ食べてないんです。この後食べます。はい、それじゃあ。はい、しゅんくん入るよ。アユナのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。どうしてもとんかつが食べたかったから作って食べた。お、いいね。料理。キャッチ、ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのものを床に落としたら失敗です。よし、来い。行きますよ。練り消し。あ、はっ。一発で取れる自信が今ちょっとあったのに、ダメだった。ほい。はい。実はここだけの話。二回目の方が話が。この練り消しもうまくキャッチできなかった人は。てか、この練り消しちょっと汽車なくない？失敗。あー！何かしら私に不幸が。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ遊んでくださいまし。お、明日テスト結果なんですけど、一応テスト100点でした。でもテスト今日、え、どういうこと？どういうこと？お腹が空きました。帰ってくる日にちがずれたってこと？はい、ハヤシライスどうぞ。いただきます。ソースはしっかりデミグラスにしました。とんかつ？私は基本デミグラスじゃないからな、ソース。お礼にこれもあげます。はい。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。人生、無駄なことなんてないですよ。うんうんうん。何事もね。先ほどアイナッチの好きなゴールデンボンバーのめめしくてを見てきたうちです。お。てかあれよね。あの、何やった？ベストアーティスト？ベストアーティスト出とるよね。そう、さっきね、キャンさんのツイートを見てたんだ、私。はい、さっちゃん入るよ。この後出るから見てねっていうの。おはようです。おはようです。落ち込んだ時に使う言葉を教えてください。お、落ち込んだ時の言葉。はいはい。さっちゃんね。さっちゃん落ち込んだ時の言葉。どこに行ったかしら。明日テスト。この時期みんなテストがもうすでに終わって帰ってきとるか、この後テストかっていうぐらいの時期なのか。ん？この時期のテストは何？期末？期末か。ん？期末なのか。今日インフルエンザに予防接種受けた。そのね、インフルがね、流行っとるけんね。打たなければと思いつつ。さっちゃん落ち込んだ言葉自分では覚えてません。もう結構前やもんね。覚えてないよね。自分でも。落ち込むとき言葉。メモありがとう。
まずさっちゃんのは一体どこへ行った？練り消しは小学生あるある。小学生の時ね、めっちゃ練り消し買いよった。めっちゃ練り消し買いよったよ。いいよね。んでもさっちゃんめっちゃ普通？わぁ。はい。はい、いいよ、いいよ。アイナ様ならないように気をつけてください。そう。シンプルにした気がしなくもないようなシンプルだった。めっちゃシンプルだった。のんびり暮らしたい。のんびり暮らそう。ブロッコリー。急に腹が痛くなってきた。大丈夫？温めよう。お腹。最近ちょっと冷えるけんね。インフルエンザに10年はかかってませんね。去年お母さんかかりましたが。お！強い。でも私もインフルとか全然かからんのよね。え、さっちゃんブロッコリー嫌い？美味しいよ。美味しいよ。逆に病院行ったらインフルエンザかかる。それはインフルの患者さんとかがいるからってこと。はい、アイナちゃん。遊んでください。シンプルイズベストの人間なので。はい、遊ぼう、遊ぼう。超アップクイズ。子供の時練り消しをガムと間違えて噛んだことがあります。確かに間違えるかもね。パッと見たら。懐中電灯。ライトの部分でしょう。よしよし。オッケー。第2問。ででん。ぶどう。選択肢ないかと思った一瞬。イエーイ。最終問題。ででん。なんだこれは。ニンニク？白いから。ニンニクで。イエーイ、よかった。予防接種すると稀にかかる人、あ、マジで？え、逆に？そんなことがあるの？え、そうなんや。初めて聞いた。はいはい。じゃあ、中間で。お宝は何かの鍵をもらいました。これは一体、いつもいつも思うけど、何の鍵なんだ？すごく大事なものもなくしてしまいました。おう。誰かしらが見つけてくれるとは思うけれど。もちっと思ったけど、ニンニク。選択肢にね。なかったから。きっと仲良く暮らしてると思われます。ほら、チーズケーキでも。ケーキの帽子食べられるかな。でも食べたいぐらいなんか美味しそうな感じするよね、めっちゃ。お、初めて生放送来た。こんばんは。ゲームズポップさん、こんばんは。チョコレートケーキ。え、でもあれやん。もうすぐ、12月入るし、そろそろあれやね、ケーキを。はい、ふみこさん入るよ。私と遊びましょう。はい、遊びましょう、遊びましょう。お、トントンズも、またしても来たね。あっきょい。あっきょい。残った。残った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 。そう、体調管理に気をつけなければ。この時期特に。あーっと、出そう、めっ。お、しかし盛り返す。よし。よし。やったね。去年インフルかどうかわからない熱が出て、結果がインフルじゃなくて、翌日学校に行ったらインフルじゃないのかよ。あ、あるあるやね。あるあるだね、それは。なんかある程度の時期までいかんかったらインフルかどうかわからんみたいな。さっき旅人も見かけました。後で挨拶に行ってきますね。きり挨拶しといてくださいまし。ちょ、アイナ島のみんなのいい印象を。クリスマスはコンサートという予定があるので、ちゃんと予定あり組に入れます。あ、なるほどね。自分がコンサートに出る方の。レベルアップー。はい、それじゃあ。おお、あつみなさん。ナイスパーありがとうございます。テニスラケット。はい。どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。はい、それじゃあ。ミネットさん。あれよね、なんかスパチャの反映されるのが遅かったね。
みんなのナイスパのコメントで気づくっていう。はい、お久しぶりです。どうもどうも。嬉しい時に使う言葉。はい。OK。じゃあ。あっち、つ。ほー。やっほーい。でいいですか？ほいほいほい。はい、わかりました。よきよき。あ、台湾さん、こんばんは。お久しぶりです。どうも。はい、それじゃあ道具で。アイナさん気づかないうちにチャンネル登録者2万4000人。あ、500人ぐらいの時から登録してくれとったよね。ありがとう。ありがとう。バッと。はい、どうぞ。去年自らクリボッチしに行くという。あ、ツイッターのリプでいいよったね。思い出し笑いは私もよくする。思い出しにやけもよくする。ものすごく変人だろうと。画面のコメ欄が YouTube じゃないんですもんね。そう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 。ちょっと一瞬、どこに見落としたかなって思ってしまった。そしたら次の瞬間に出てくるっていう。クリスマス、この中にサンタはいるのか。サンタさん、サンタさんの格好しとる。前なんかモカタンがしとったよね。はい、ライチちゃん。入ります。二ヶ月も来てくれないなんて。お久しぶり、そんなに、そんなにお久しぶりだった。どうもどうも。使う言葉を教えてください。はい、落ち込んだ時ね。ライチちゃんを。てか、まだ言葉埋まってなかったの、ライチちゃん。ちょっとびっくりなんだけど。普通にびっくりなんだけど。今日バイト中に思い出し笑いをしてしまいました。バイト中はよくあるね。バイト中ってなんか頭の中めっちゃいろんなこと考えるよね。お、じゅんじゅんさん、こんばんは。落ち込んだとき。落ち込んだとき。お。あ、でいいですか？あ、間違えた。間違えた。ちょっと待って。足りてない、足りてない。と、記号。はい。オッケー。サントさん、子供の夢を守ります。はい、わかりました。守ってあげて。はい、それじゃあ、お、そんなに仲いいんや。お、お、あさみさん、超楽しい。いいね、いいね。いいね、いいね。はい、それじゃあ、チョコレートパフェでも。チョコレートパフェなんかうちの島ではあんまり評判よろしくないんやけどな。どうすか？お、結構美味しかった。よかったよかった。よかったよ。チョコレートパフェ美味しいもんね。ちょっといいですか？びっくりした。なんかと思った。なんか周りが散らかりすぎて何があるんかよくわからんかった。結婚することディズニー行きたい。同じく行きたい。こう、イベントごとの時期に行くのいいよね。クリスマスイベントとか。コメランの電車の遅延が治りました。コメランの電車の遅延って何？コメランの電車って何ですか？どういうわけか食べ物、卵焼きを拾いました。ありがとう。あ、お、高評価ありがとう、萌えさん。グッモーニン。え、何もないんすか？グッモーニンだけで終わりですか？確かにさっきもうやったもんね。その後で急に寝出したから。はい、ケイスさん入ります。拍手しすぎて眠くなったんか。確かにさっきずっとあれで放置やったけど。グッモーニン、どうも。私が嬉しい時に使う言葉は、イエーイ。うんうん、なのですが、変えた方がいいですか？そのまんまで良きです。はい、わかりました。チーズニックマン、チーズが苦手な私は食べることなんて無理。ぜひぜひ。美味しいよ。もうチーズの香り結構するけど。はい、それじゃあザルそばでも。どうぞ。コメ欄が混乱してて治った。なるほど。あ、初見さん。初見さんこんばんは。トットアイさんこんばんは。はい、そして。
はい、初雪さん入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。飛び盛りキャラの男の子では誰推しですか？ペーターです。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかってるアイテムは何なのか3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。モザイククイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？アユの塩焼き。高評価押し直しお願いします。ありがとう。ありがとう、コマさん。モザイククイズ、第2問。第2問。これは何でしょう？お、ニンニク。本日2回目のニンニク。ニンニクでした。サケチーとチーズ肉まんだったらどっちがいいんだろう。チーズ肉まんです。あれよね、裂けるチーズのことよね。私、裂けるチーズ好きじゃないんよね。味薄くない？そんなことないかな。何これ？みょうが？ヨーグルト？ヨーグルト？わからない。みょうがやった。みょうがでやってた。さっきレアチーズケーキとオムライスのアイナさんも好物セット食べました。いいな。いいな。残念でしたね。アユの塩焼きじゃないよ。アユの塩焼きです。高評価ありがとう、あつみなさん。お宝ティッシュをもらいました。もらった体重計は壊れてませんか？え？そんなに重いはずないんですけど。いや、それは現実逃避だね。重いんだよ、きっと。きっと。ちょっと体重が増えてしまったんだね。はい、オムライス。逆に味が薄い方がいいです。あ、なるほど。私が濃いめの味が好きやけんかな。すごく美味しかったようです。お、レベルアップ。いや、だって私、裂けるチーズさ、ちょっと味がなさすぎてさ、塩つけたりとかするけんね。釣り竿。いや、ちょっと重くなったらしいけん、あれやね、ルームランナーで走った方がいいかな。と、はい。どうぞ。道具、ルームランナーをプレゼントしました。ジンギスカンとセットで。ジンギスカン。普通に読んだけど違うな。私、ジンギスカン食べたことないよね。はい、チャーリーさん。帰ります。今なんか言おうとせんかった。アユナのそっくりさんに久々に会ったお久しぶりです。ハルちゃんとはすごく仲良い友達だと思っているのですが、うんうん、私とハルちゃんね。どう思いますか？え、いいんじゃないの？ハルちゃん。ハルちゃん？あ、どこ？最高に楽しい。いいと思う。相性バッチリ。やっぱりそうですよね。レベルアップ。じゃあ服で。何がいいかな。これ寒そう。普通に寒そう。今日のサムネはニンニクかな。逆に気になるけどね。はい、ぐるぐるベルトシャツで。はい、どうぞ。服、ぐるぐるベルトシャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。ほいほい。私からのお返しです。お、お宝金貨をもらいました。ありがとう。お、チャンネル登録ありがとう、キリキリさん。私、年下から慕われるみたいです。年下から慕われる。いいことだ。年上に可愛がられるのもいいけどね。はい、ショートケーキどうぞ。ほいほい。飛び盛りで誠一さんは食べ物が大好きですよね。まあね、ちょっとあの体型を維持しないといけないからね。体重計を壊した犯人はこの中にいる。誰だ？誰かが測った時に壊れてしまったのか。はい、それじゃあ、せつなさん。帰ります。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう、遊ぼう。お、キャッツ来た。じゃ、次こそ。よし。は、おし、やったやった昨日より増えているのと、そうだ、これは夢もしくは壊れてるんだ。現実逃避だな。めっちゃ現実逃避。冬はね、ただでさえちょっと太りやすいからね。頑張って。頑張って減らさないと。お宝木のスプーンをもらいました。ありがとう。
もらったノートで勉強したら、勉強の楽しさが分かってきました。勉強もね、分かってスラスラ解けたら楽しいんだけれども。はい、ハヤシライスでも。いただきます。ほいほい。ペイチさんって昔は魚しか食べなかったそうですよ。お、それがいつの間にか？いつの間にかなんかちょっと、発展したの。発展って言うんかな。さっきチャーリーさんの部屋にユーマくんいたから娘の夫とエンジョイしてるのかな。仲がいいのはいいことだよ、そう、親族でね。え、何？どうしたの？落ち込んでるところにさらに置けるという。買った時に壊れる、どんだけ重い人が乗ったんだろう。確かにあのね、お相撲さんとか、それだったら壊れると思う。お腹の調子が悪い、同じくだよ。しかしお腹はすくんよね。はい、一応役でもどうぞ。ほいほい。20キロから15キロ痩せたい。それはちょっと一気に痩せすぎじゃないの。ほいほい。穏やかな効き目がお腹を癒します。よきよき。私薬とかあんま飲まんけんな。私がお相撲さんを乗せたから。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。成長した哲家とは一人前の大人として付き合います。いいね、いいね。なんかこうさ、二十歳とか超えたら、子供と一緒にさ、こう親がお酒飲むみたいなあるやん。いいよね、ああいうの。いただきます。はい、どうぞ。初めて来たよ。こんばんは。平成ジャンプ大好きさん。どうすか？すごく美味しかった。お、よかったよかった。さっきのルームランダで体重戻ると思います。そう、あれでね、ちょっと走り込みをしていただかないと。ほい、そして、あずちゃん、入ります。一緒に遊んでくれますか？ほいほい。遊びましょう。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。どちらがいいですか？対戦よね。先行で。ちこい。島の子供たちに反抗期はあるのだろうか。どうなんやろ？でもさ、なんかたまに見たらこう、親との関係がよろしくない子とかおることない。多分そういうのが、表向きにはあんまわからんけど、うん、まあ、反抗期なんだろう。これ多分近くに、ほら。ね。洋館。横。違う。違う。これあやったあ困ったすぐ横じゃねえか。これとあこれやったあー上下だった、うん、上下だったよ。困ったぞ。いや、わかる。それ私わかる。あ、置いといていただきたい。うん、置いといていただきたいよ。うん、それまだ出てないよね。これやった圧倒的。そうね、遊びましょうと言いながら一人での絵合わせは虚しい。虚しすぎる。いや、しかし、一枚しか。そう。なんてこったい。ぜひぜひ、遊んでくださいまし。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。旬とは、本や音楽の趣味が合います。いいね、そういう趣味が合う人はいいと思う。趣味合わんくっても別にあれやけど、私友達、そんな、いただきます。そんな趣味で繋がっとる友達おらんけんな。どうすか？圧倒的やったね。やばい、ボロ負けすぎたよ。お、すごく美味しかった。よかったよかった。ほい、そして、嬉しそうだな。嬉しそうだな。めちゃくちゃ余裕で勝ったからって。はい、あかりちゃん入ります。圧倒的。なぜローマ字になった。お久しぶりです。お風呂に入りたいです。お、いいよいいよ。てかみんなの部屋そんなに行ってなかったっけ。はい、お風呂セット。どうぞ。かき氷好きですか？かき氷好きよ、普通に。この時期は食べないけど。夏になったらね。まあ、でもこの時期でもチョコ系のアイスとかは普通に食べるけど。さっぱりー。さっぱりしました。
あ、いいね。はい、それじゃあ。世界中の人に認められるって。世界中の人に認められるような人ってなかなかおらんくない？有名人とかじゃないとね。ほい、そしてともちゃん。ゆったりゆったりした動きが。遊ぼう。遊ぼう、遊ぼう。よし。さっき言ってた、一人でがやってきたよ。え、全然ダメじゃないか。あ、これは。よし。違った。モカタンどこだったっけ？木のスプーン。よし。あ、こっちだ、モカタン。どっちやったかなって思ったけど。よきよき。あ、これは揃えられる。よかったよかった。世界中に認められる、そりゃ地球。それはね、もう地球を認めないとか言われても困るよね。はい、一番小さいの。お宝 IC チップをもらいました。ありがとう。私と遊びましょう。一緒にとは言ってない。つら。テレビで見たホラー映画。でもなんかね、見たくなるよね。なんなんやろうね、あの、怖いもの見たさというやつか。はい、おにぎりでも。どうすか。まあまあ美味しかった。美味しいっていう反応までがすごくのんびりだな。ほい、そして、お、友達マーク。ゼロさんやん。なになに？おはようございます。おはようございます、どうも。ハルジャンとは、結構仲がいい恋人だと思っているのですが、僕とハルジャンのことも、どう思いますか？え、いいんじゃないかな。ってか、自分が仲がいいと思っていたら、いいに決まってる。ほら、大好き。相性バッチリ。安心しました。うんうん。私と遊びを見ましょう。見てるのはそっちだけだけどな。はい、そして。なんか、はるちゃんのことあんまりね、ゼロさん話題に出さんけど。やっとだよ。まほちゃん。まほちゃん入ります。別れるじゃなくてよかった、確かに。ね、怖いよね。はい、遊びましょう。なんだ、自慢か。さっちゃん、どうした？いや、いいよ。のろけ。のろけだよ。とんかつ、ソースの部分でしょう。イエーイ。あの横に置いてるのって何？オレンジ？違うか。違うか。グレープフルーツ。答えは？どや。グレープフルーツでした。いいね。しかもピンクの方や。ピンクグレープフルーツ。ピンクの方が苦くない？え？なにこれ？ファミコン。なんとなく。オッケーオッケー。一方、現実のはるちゃんは。いや、いいよ。そこはもう現実逃避をしていこう。よし。一番大きいので。お宝、つづらをもらいました。つづらの中からつづらが。みんな旅人大好きやん。はい、ベーコンでもどうぞ。はいはい。フリーホラーゲームとかデスゲーム系大好きな人です。わかる。わかる。なんかあまりにも怖すぎたらあれなんやけど、多少怖いぐらいなら、全然良き。はい、それじゃあ、カートくん、入ります。今日学校行って終わってから友達と話していたら、その相手の人が体調、マジでインフルやったん、その人。それは確かに映ってないか心配やね。何か野菜が。え、マスクとかはしてなかったの、その人は。体調悪い時にはマスクをしていただきたいよね。野菜。唐辛子は野菜に含まれますか？とりあえず違うのにしようか。え、野菜。
こっちか。ブロッコリーはどこ行ったの？トマトでいいか。はい、トマト。どうぞー。ほいほい。え、一人でお化け屋敷が余裕すげえ。絶対無理なんやけど。なんか見るだけやったらまだ多少のホラー大丈夫やけど、自分が体験する方のホラーはダメだな。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。お、ケイトさん、お久しぶり、こんばんは。自分の頭の中では、あ、でもわかる。なんかこうね、いろいろこう言ったらどうかな、ああかなっていろいろ考えるうちに結局何も口には出していないという。アボカドは、アボカドも野菜か。野菜に入るのか。あ、そっか、そうやね。野菜やね。普通に通り過ぎたけど。はい、そよ風さん、入ります。唐辛子野菜じゃないんかな野菜かな。唐辛子は調味料寄りの野菜。調味料寄りの野菜なんやね。はい。見ます。見ましょう。どうっすか？いかがですか？そよ風さんの可愛い顔が。楽しんでもらえて何よりです。あ、でも普段こうキュッてなっとるけん、多少広がっても。え、今日離婚した、マジで？つら。マスクはしてなかったです。いや、それはもう、あれだね、相手がしなかったら自分がするしか。はい、春巻きでもどうぞ。いただきます。アボカドって果実って聞いた気がする。どっちなんだ？え、なに？マジで？マジで飛び立ちます？超大好物だったらしい。超大好物だったらしいよ。お餅みたいで可愛い。確かにめっちゃ伸びたね。うまーい。うまーい。今日普通に暑かったです。わかる。なんかね、朝からさ、めっちゃ、朝からっていうか昨日の夜ぐらいから普通に暑かったんやけど。ちょっとびっくりした。もうすぐ12月じゃないですっけみたいな。でもなんか曇っとったけんね。バレエ入門書。はい、どうぞ。初めて見た。そう、超大好物の場合ね、飛び立つんよ。春巻きそんなに好きなのね。上品、万華鏡をもらいました。ありがとう。しかし私はこの大好物のダンスの方が結構好きやったりするんよね。じゃがりこサラダ味は野菜ですか？野菜なのか？あれは野菜という認識でいいのか？はい、洋平さん入ります。はるちゃん、はるちゃんが。で、新しいインテリアが欲しいです。お、模様替えしますか？何がいいかな？どういう感じの部屋が良き？氷スタイル。めっちゃ寒そう。独房スタイル。貧乏スタイル。摩天楼。よし、摩天楼で。今のこの爽やかな感じからだいぶ変わるけれど。高級な感じね。なかなかいい部屋ですね。でしょう。部屋見ていきますか。はい、見ます。どうすか？あ、絶対落ち着かないわ。何の絵が描いてあるのかも全くわからない。外は暖かかったですけど、部屋が寒い。マジで？マジで逆に？そう、外出ても全然寒くなかったけんね。どうですか？ちょっとびっくりしてよ。いい部屋だと思う。見る分には。あの夜景は、壁紙かな？壁紙かな？そう、高級路線に変更しました。それはね、みんなにちょっとやり方を教えて、共有しよう、共有。はい。どうぞ、どうぞ。お、ドラクエビルダーズ 2? やる予定よ、一応。一応ね、1もやったしね、2もね、やろうとは思っている。ほい、そして。いったくん。A さんとラブラブか。お、初見さん、フーリンさん、こんばんは。夜景を楽しみながら食事するとか最高ですよね。いいね。大人って感じ。めっちゃ大人って感じ。あ
言のモノマネを聞いてください。ほいほい。聞きましょう。日に日に俺のクマが濃くなるね。言うね。どうでした？言うね、確かに。似てた似てた。あれ、似てました。そりゃよかったです。お、さっちゃんもビルダーズ2買うん。マジか。楽しもう。楽しもう。それはそれは。ゾッとしました。友達は必要。人生に友達は必要よ。あ、ブロッコリー今あんなとこにあったの。はい、どうぞ。登録と通知オンしといてありがとう、風鈴さん。結構美味しかった。お、よかったよかった。アボカド食べれるんだけど醤油つけないと無理だな。醤油つけて食べる感じなんよね、アボカドって。アボカドを食べたことがないけんさ、どういう感じなんかも全くわからんのよね。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってください。アボカドのなんかサラダみたいなのはさ、コンビニとかでも売り寄るけど、なんかこう手が伸びない。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。受験生とか全く関係なく、本当に何ヶ月前から出ようレベルで買うの決めてました。そんなに発表されたぐらいからかな。はい、ミーニュース見ていこう。アイナさん生放送初めてです。こんばんは、ルアさん。ミーニュースをお伝えします。はい、お願いします。パン透明人間になる薬。パン透明ってどれぐらい？半透明ってどういう感じ？それはもう完璧に透明にさせていただきたいよね。そりゃあね、丸見えと一緒よね、ほぼ。あ、でも誰かはそんなにわからんのかな。アボカドはマグロと醤油で混ぜて食べると美味しいと友達が言ってました。なんかあるよね、お寿司屋さんとかで。そういう感じのネタなかったっけ。そう、透けるくらいの感じ。お、結婚した家5軒まで行ったのに4軒になっちゃ、あ、マジか。それはなんか嫌やね。あの隙間が空くの。ほい、それじゃあ、ハットくん。ハットくん最近リーゼントじゃなくなったんや。そう、半透明はちょっとね、透明にしてください。ここまでちょっと、実力がなかったんかな。お、なんか今日は何模様替えを二人目？珍しくない？何がよろしい？ロッカールームスタイル。これで。どうすか？半透明逆に怖い。なんかうっすら見えとる方が、ちょっと幽霊みたいな感じやんね。うわ、絶対嫌や。はい、見ていきます。中身が丸見えだけれど。きっちり物が入っているのね。あ、そしてこの辺なんかあれかな、優勝したとかああいう感じ。私はスポーツ系の部活をやったことがないから、こういうシャワー室とは縁がないけれど。部屋を見ることができますよ。ドアップハットくん。お、レベルが上がるかと思ったけど。お礼にこれもあげます。ほいほい。絶頂品胃腸薬をもらいました。ありがとう。アボカド寿司みたいな味ってどういうこと？どういうこと酢飯みたいな味ってこと？お、まあ、親友やもんね。そりゃそうだ。かなり信頼している。そういう友人がいるのはよき。はい、クッキーどうぞ。はいはい。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。いいね。クリスマスのさ、ケーキを手作りする人たちはどれぐらいいるんだろうか。私は圧倒的に買うけど。全然余裕で買うけど。ジージャンチのパン、これで。はい、どうぞ。濃厚なアボカド無理やった、小学校の時。今も手が出ない。そう、なんか、濃厚っていいよね、味。ほいほい。お宝金貨をもらいました。今日金貨2枚目やったね。ほいほい。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。お、ゆかさんケーキ作るの？いいね。めっちゃいいね。届けて。
はい、黒影さん入ります。50件までいかないで一旦リセットして、50件なんかもうなんか夢のまた夢な気がしてきたよ。お久しぶりです。ほいほい、いいでしょう。傘？雨が降ってるんかな？まあ、たまにこんなことも。そういうことかな。親が作ります、私は食べます。いいね。それめっちゃいいやつやね。はい、じゃあ服にしましょう。何がいいかな。重ね着カットソー。はい、これで服、重ね着カットソーをプレゼントしました。再生リスト見たらめっちゃパート続いてたんですね。そうなんや、私トモコレと飛び盛りはめっちゃ続いたんよね。初見さん、レイナさん、こんばんは。お宝銀貨をもらいました。さあ、アイナさん、金貨を売ってお金を。金貨めっちゃ溜まっとんやな、私。うんうん。特になんか夏場のさ、入道雲とかいい感じよね。はい、お子様ランチでもどうぞ。ほいほい。どうすか？すごく美味しかった。お、よかったよかった。朝一は、あ、そっか、朝一行ってないね。そういえば。あるある。おいしい天ぷらだよ。お、天ぷら。いつもは行列いらっしゃい。いつもは行列で手に入らない。毎度あり。4400円も出して天ぷらを買ったよ。きっとめっちゃ高級なやつなんよね。はい、ということで、じゃあ今回はね、この辺で終わりにしようかなと思います。ライブ1回目再開して30分ほど経ったので。はい、ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。お疲れ様です。みんなお疲れ様です。クッキー作りすぎて怒られた思い出。マジで？そんな作りすぎるようなことある？お疲れ様です。みんなお疲れ様です。めっちゃ殴ってる。でももうね、あずちゃん来たから。あずちゃん来たからもう大丈夫。お疲れ様です。また次回の配信で。お疲れ様です。